フィリピンパブを対象にした収士論文なんて聞いたことない面白いんじゃないですか 設定もうちょい若い女の人いないですかおい翔太結婚しろ毎日食べれるよ美香 <laughs> を騙されてるんだって騙されてない結婚は今はできない彼女は偽装結婚してるから、ね、配偶者ビザで日本に入国させて自分の店で働かせる

映画フィリピンパブ上の社会学という作品の原作者でいらっしゃいます中島光章さんにインタビューさせていただきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい、この作品がどういう作品なのかまず簡単にご説明いただいてよろしいでしょうかはいこの作品ですがまあはい、私がですね、愛知県の春日市というところに住んでるんですけど、はい、まあそこの大学院生だった時に、はいまあ、フィリピンパブを研究しようと思いまして、はい、で名古屋市にたくさんフィリピンパブがある町があるんですねはい そこにフィリピンパブを研究しようと思って毎週毎週に行っているうちにですね、はいはい、あるフィリピン人の女性と出会って交際をしていって、はい、そしていろんなことが起きるってことが実際にあったんですけれど、はい、まあその実際の自分の実体験をもとに描かれたのがこのフィリピンパブ上の社会学になります。な、はい、なるほどははい、はい、はい、そううんですよね、まあ、私もも見させててただきまして、はい、あのこれはもうあの前,前あの お兄ちゃんの前田光輝くんが主演、はい、を演じていただいてで、ま、これがね、はい、ミカさんっていうヒロインの役のフィリピン人女性のパブ嬢の役なんですけどこの方がですね一宮レイゼルさんですかね、はい、あのめちゃめちゃ可愛いんですよ、はいはい、めちゃめちゃ可愛いんですよでこの二人の、えー、物語っていうことなんですがすんごいたくさんの実は有名俳優さんとかが出ていて。 津田寛治さんから田中美里さんからあと勝野博さんとかねあのい,いろんなまあハマ・ムアリサンスさんとかもそうですし西名隆さんってね、まあ、彼はあのいろんな役にもチャレンジしてるいい役者さんなんですけど、うん、はいいろんな方が出てらっしゃって、はいうん、すごいなと思いつつ、はいえー、まあでもメインはねあの、えー、お二人の話っていう形になってるんです、うん、これがだからご自分の話が描かれてるってことなんですよね。 そうなんですよ、だからこれが本当になんか作られた話とかではなくて自分が実際に経験したことであってで,、ねね、でもっと言うと自分が生まれ育ったのが春日井市、はい、愛知県の春日井市なんですけどその生まれ育った町でメインにロケをしてるので、うん、別に自分が何かオファーしたわけではないってお願いしたわけではないんですけど実際にその当時の彼女、まあ、美香さんですよねはい、はい、歩いたデートをした、ま、ところとか、はい、あの。 初めて会っったたフリピンパが同じビルだとかなるほどなるほど。撮影とかそういうのを見るとあれあそこじゃんとかっていうのを2人でそうなるっていうか実際の話でもあり実際に起きたところで撮影をしたっていう。なるほどなるほどそうなんだそうなんだ。いやこれだから経緯としてはどういうこれね原作という形でまずは本があるんですよね。そうですははいいの 「はい、フィリピンパブ城の社会学」っていうタイトルでですね、はいはい、2017年にあの新調新書より出ましたこの本も、まあそのまあ、先ほど言ったように大学院生の時にフィリピンパブを研究しようと思ってそのフィリピン人の女性と出会って交際をしていくんですけど、まあ、その交際をしていく中でですね、まあ、ただただ研究者としてフィリピンパブを研究しようっていうだけでは見えなかったことがどんどん見えてくる。うん 言ってしまったらその帯にはですね研究対象を恋愛対象にしてしまいましたってその本の帯に書いてあるんですけど本当に研究で言ったつもりがもう本当に言ってしまえば研究なんてもういいやってこの人と向き合おうってなった時にこの今日本でフィリピンパブで働いてる若い人たちがどういった環境なのかとか何で日本に来るのかとかどういった生活をしてるかっていうのをですねただただ自分があの見たっていうだけじゃなくて。 自分も実際に生活をしたりとか、うん、自分も実際に彼女たちのトラブルに巻き込まれたりとか、はい、する中でですねあの見たり聞いたりしただけじゃなくて自分の気持ちをこう、はい、気持ちで表現できるというかでまあでもそんなことがあってもですね、まあ、大学院を修了、まあ、卒業して、はい、あそこから僕あの実は就職活動に失敗して結構フラフラしてた時期があったんですけどそれでひょんなことから地球一周の船旅行って ポスターととかかあありますすよよね居酒屋とかに、はい、であれにれ乗ったんですよお<う>そうしたらそこに乗ってる方が、うんまあ、結構有名なジャーナリストの方が乗ってて<い>で何かちょっと爪痕を残そうと思って「うん、僕実はフィリピンパブに監禁されたことあるんですよ」みたいなこと言ったら「<laughs> お,<う> <laughs> お前それなんだよ」みたいなこと言われて、はい、で実,実は自分の彼女がフィリピンパブで勤めてて。 で厳しい契約を背負っていたりとかすごい安い給料であったりとか、うんまあ、いわゆるタコ部屋みたいなところに住んでたりとかして、はい、僕もそこに、はい、一緒に住んでそしたら僕も紐状態だったんですよって話をしたら、うん、それをおもいから本にしてみないかって言われて <laughs> <laughs> おおほう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 いやでも本にしてみないかって言われても、まあ、論文とかね書いたりはしましたけど、うん、そういった自分の実体験を書くってことはもう全然。 うん、経験もないわけですしか、はい、して本ってすごい立派な人が書くようなもんっていうイメージがあるじゃないですか、うん、そんな僕ただフィリピンパブ行ってそのフィリピンパブの人と付き合っただけなのに書けんのかなと思いながら、うん、まあ結局降りてその船降りてからですね本を出すまで3年かかったんですけど、はい、その3年間本当に本を書くことを目標に、はい、もうほとんど自分の生活を本を書くためにアルバイトして本を書いてとかそんなことをして2017年の2月にですね本を出版いたしました。 でその本を出版してからですね、結構いろんなメディアとかに取り上げられるようになって、うん、あこれだけ世間の方って関心持ってる話だったんだなっていうのが分かった同時に、うんうん、まちょうど本を出して1年後に、監督からこの本を映画化したいという連絡をいただきまして、はい、でそこからじゃあ映画化しましょうということで、監督とともにです、ね、映画化に向けてですね、まあ、一緒に動き出したっていうのが経緯です。はい、なるほど なるほどですね。いやでもそりゃそうっすよね。だから研究者としてっていうのは結構そのまあ要は外側から見るみたいな形ですよね。はい、でももう外側にはいられなくてもうちが入っちゃったからでも内,内側入ると見えてくるものがまた違うんですよね。全然違うんですよね。だから外側から見てると本当にちょっと枠組みをにはめやすいじゃないですか。はいはい、この人はかわいそうな人だとか。 い人だとかいろんなそういう枠を作ってこう判断しがちですけど中に入っていくとかわいそうでもないしうん、うん、悪いって言われてる人も別にいろんなそういう人も言い分があるから別に悪いばっかりでもないしっていう,うん、うん。 ことがすごい分かってきてだから何が正しいかどうかっていうのもそこに入るとやっぱ分かんないというかそういう分かんないものの中で人間ってこの生活を営んでるんだなっていうのを僕はそこで感じましたね。うん、まあ実際ねその僕今お話になったことでえって思ったのがいくつかあるんですよね。一個は、はい、あの若い子っていうフレーズその要はフィリピンパブにいる若い子、うん、だから僕らの感覚でいうとフィリピンパブって結構おばちゃん多いかなと思ってたんですけど若い子が結構いるんですか そうですよでこれが僕もそのフィリピンパブを調べようと思ったきっかけがですね、うんはい、で自分が大学生の時に、うん、この春日井市に住んでいるフィリピンの方々と交流を持つようになったんですねその方々っていうのはもう30代から40代ぐらいの方ばっかりで主婦だったりとかどっか工場とか介護のところでパートとかで働いたり日本人の旦那さんがいたりとかで、まあ、子育てをしてる方々とまあ交流があって。 はい、でいろいろ話を聞くと昔フィリピンパブで働いててってい,っていう話を聞いた時に、うん、あ、こんななんか気さくに話してる人がその僕の知らないそういった夜の世界で働いてたんだってうん、うん、それで日本に来たんだっていうことでまず衝撃を受けたんですねでもいろいろ調べていくと当時フィリピンパブに来てた若い女性ってたくさんいたのがですね、うん、2005年を境にすごい急激に減るんですよ。はい、はい なんでかっていうとこの日本がですね昔はたくさん受け入れてたルートをですね、うん、まあこのビザを在留資格のを出すのを厳しくして、はいはい、で来れなくなっちゃったんですねはいなので僕もそういったことを本とか論文とか人に話を聞いて、うん、今は若い人がいないっていうふうに思ってたんです、うんうん、でも名古屋市にはですねたくさんフィリピンパブが集まってる町があってはい でそこのお店に初めて行ってみたら若いい子がおおでなんで若い子いるんだろうと思って<ー>まあそれが最初に僕がじゃあフィリピンパブに今働きに来てる若い女性がどうやって来てるんだっていうのを調べようと思ったのがその最初のきっかけになります。でその取材対象とまあ,あの恋に落ちちゃったわけですね。<laughs> まあまあ、なので、まあ、初めから恋に落ちてるわけではなくて、はい、うんですよねいろいろ店を回ってていろんな人に話を聞いたりしててもなかなか教えてくれなくてううん、うんまあそんな中彼女と何回か店で会っているうちにうん外で会わ,会わないとかっていう誘いを受けてうんなんなかすごい面白そうだなと思って行ってみたら、うん、そこで彼女が自分の身の上話をしてくれるわけですよ。なななるるるほほほどどど あそうやって日本に来てるんだとかね、まあ、これは映画を見てもらったらすごいわかることなんですけどそんな大変な契約を背負ってるんだとかいろんなことを、まあ、言ってしまったら映画とかドラマの世界のようなことが現実に起きてるんだでやっぱ思ったわけですその時に。でそんなこと話してると彼女がじゃあ私と付き合わないみたいなことを言って。はい 初めかから僕はやっぱ怖怖いいいじゃないですか怖いですね、はい、だからまあちょっとなんか彼女と23ヶ月付き合って怖いし、うん、彼女も本当に僕のこと好きかどうか分かんないただのお客さんかもしれないなっていう、まあ、疑いの気持ちもあるしいろんなことも思って23ヶ月ぐらい付き合って、うん、でまあその彼女からもうちょっと情報をこう引っ張ってこれればいいかななんて思っていたらですね、まあ、先ほど言ったように研究対象が恋愛対象に変わるようにですね、うんうん この彼女もただのフィリピン、僕にとってみたら初めは研究対象であって、はい、フィリピンパブで働いててこういう過酷な条件にいるところの情報を知りたかったのが、うん、彼女は僕に対して普通に恋愛をしてたので、うん、そんなことが何かあなたに別に助けて欲しいと思ってないし、うん、あなたと一緒にいたいからいたいんだよみたいな感じのやり取りが続いていく中で僕もちゃんと彼女を人としようと見てそこからちゃんと付き合っていくっていうふうになりました。 なるほど,なるほどまあまあまあだからそこに至るまでもまあ実はいろいろと大変なこともあったんだということなんですがちょっとインタビューとしてはちょっと,、えー、とそこはちょっと掘らずにですねちょっと時間的にはかなりもうオーバーはしてるんですけどちょっとあっこれは聞いとかなあかんことだけい,いきますね。はい、えと映画にね今回原作者としてはどんなぐらい関わってはるんですかでこれ原作者だと まあ普通は現場に12回しか行かないよって言われてたんですけど僕はもう全部の日程ついてきました、ね <laughs> はい、だから結構そのあれなんですよねそのパブのシーンとかは中島さんがコーディネートしてらっしゃるというか。はい そうですねなんかパブのシーンだけはすごい僕もやる気になっちゃって <laughs> アレスはこうすよって言っちゃいましたねまあでも逆にそうやってそれを許してくれるような温かい言語だったのでよかったですしキャストの人にもなんかこういうことを言ってくるみたいな,なんか,なんかっていうよりもまあキャストの人の方から僕に「こんな時どうですか、うん、どんな気持ちなんですか?」とか「どんな感じなんです?」みたいな質問をあの 受けたりとかもあったので、なんかすげえありがたいなと思いながら、はい、あ、こうですよ、なんてことを言ったりしました。いや、だって、あの、結構、そのパブのシーンってね。まあまあ、広い、広めの店舗で。あの、割とこのキャストさん、すごい。たくさんいらっしゃって、まあ、エキストラも含めて。うん、で、いらっしゃって。 割と活気があって、しかもあのタガログ語でみんなバンバンしゃべってるみたいな感じで、はいはい、すごい臨場感があるというか、なんかリアリティだなと思って見てたんですけど、はい、まあ、だからその辺はもう、中島さんがかなりがっつりコーディネートされてる感じなんです、ね、まあそうですね、あのー、なんなら全日程の前から、フィリピンの人のオーディションまで、名古屋でもオーディションやったんですけど、そこもいろいろとやらし、はい、窓口になってやらせていただいて、はいはい、本当のフィリピンの人。 えーうん、本当にパブで働いてる方、昔パブで働いてた方、うんまあ、そういった方々にたくさん、えー、参加していただいきましたね。はい。で、はい、中盤ではあのフィリピンロケがありましてですね、フィリピンの、うん、ねあの、えー、彼女のお父さんお母さんに会いに行くっていうシーンもあるんですけど、うん、これもまたあの行ってコーディネートされたってことですね。そうですね。これもあの本当は行くようでなかったんですけど、<laughs> 途中で行きたいですってわがまま言ったら、<laughs> じゃあ行ってきてって言われて、はい。だから。<laughs> もうなんなら、もう監督から映画作ろうって言われて、最初から完成するまで、ほとんど一緒に。監督と一緒にこう共に走らせていただいたっていう感じがしますね。いやいやいや、だから、いい、いい経験されましたね、なんかね。はい、いい、あの、すごいいい経験でした。はい。まあ、そういう意味で、原作者の思いも非常に。 あのまあ、当然ながら自分の人生の一部分を、ねうん、あの映像化してる部分なので、はい、まあとはいえあの映画は映画で原作は原作でまた全然違うんだろうなところはなんとなくわかるんですけれども、うんはい、原作者としてはやっぱりこの作品というかあのこの作品通して何が一番言いたかったんだろうなってのはあるんですけどそうですねやっぱり僕自身も最初はフィリピンとかフィリピンパクのこと知らない時は怖いとかなんかちょっと危ないとか。 分かかり合えないなとかそんな気持ち持ってたんですけどまあいわゆるそういう偏見みたいなものを一個乗り越えると、うん、まあそこには何も変わらない普通の人がいて、うん、普通の人がいるってことは会う人もいれば会わない人もいる、うん、友達になれる人とは友達になれるし、うん、なれない人とはなれないしっていうのも当然のこともありますし、うん、でその中で好きな人ができて恋をしてっていうこともあったのでだからまあその人と向き合うことの大事さとか、うんあのー そういったことを伝えたいなというふうに思いますね。なるほどなるほど、そうですよね。あのまあだからこそ出来上がった作品だったということなので、まあ、はい、あのぜひその辺をね感じ取っていただければいいなというふうには思いますけども。はい。もはいえー、では、えー、最後にですね、見てらっしゃる皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい。えー、っとこのフィリピンパブジョンの社会学ですが。 11月の10日からですね愛知県では先行公開ということをしておりまして、うん、その先行公開で、まあ、たくさんの方見に来ていただきました。もちろん日本人の方も見に来てくださったりとか、うん、中にはですね、まあ、実際にフィリピン人の方もたくさん見に来てくれたんですねで。僕は実際にその劇場に行って舞台挨拶をして、その後に見たお客さんといろいろお話しさせていただく機会があったんですけど、その本当にフィリピンの方が涙を流しながら、これ本当に私たちの話と一緒だよとかですね。うん えー、中にはその自分のお母さんがフィリピン人で、でその当時、フィリピンファブで働いてたってことをなんとなく知ってて、それをずっと恥ずかしいと思ってたと、でもこの映画を見た時に、お母さんの苦労であったりとか、お母さんの思いっていうのを知って、でもう本当に自分も勇気が湧いてきたっていうふうに言ってくださったりもしました、なので、本当にこの映画見ると、ですねあのフィリピンのことを知らない人でも、とてもなんか勇気が出る映画になると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。 えー、今日は、えー、映画フィリピンパブ場の社会学の、えー、原作者でいらっしゃいます中島光昭さんにインタさせていただきましたありがとうございました。う